NHK アーカイブスです。今日は ETV8 妖怪たちはどこへ行った、水木しげるの寝ぼけ人生、そして日本の伝統かすりをお送りいたします。漫画家の水木しげるさんは1922年大正11年に大阪市で生まれました。子供の頃、家にお手伝いに来ていた影山ふささんというおばあさんと話すうちに妖怪の魅力に引き込まれて、これまでゲゲゲの鬼太郎やのんのんばあと俺など数々の妖怪を描いてきました。番組ではせわしない日本社会に対して水木さんが一石を投じています。それでは1989年平成元年放送の ETV8 妖怪たちはどこへ行った、水木しげるの寝ぼけ人生です。昭和40年代、漫画雑誌、そしてテレビのブラウン管を通して日本中の子供たちの心を引きつけたゲゲゲの鬼太郎。その作者は漫画家の水木しげるさんです。水木さんは30年の間、妖怪の世界を描き続けてきました。生まれ育った山陰の人と風土は、幼い水木さんの心の中に妖怪への強い関心を芽生えさせました。その関心は66歳になる今でも力強く生き続けています。水木さんの人生は世界中のさまざまな妖怪との心の会話を求め続けた人生です。ここにあるものはこれ妖怪ですか？妖怪とか神とかね、いわゆるその精霊と言われてるようなもんでしょうけどね。妖怪も入ってる。水木さん、今までこう妖怪たくさん絵に描いてですね、作ってきたんですが、どのぐらいあるんですか、その種類っていうか。絵のあれは日本のやつでは600、700を描いたですよ。だから線は大丈夫ありますよ。まあその場合でも、まあ、例えばカッパに出てるとカッパって言ってもね、日本にはいろいろありますからね。同じカッパでもこの水庫、これは水庫ですけど、それから芝天とかね、あのヒョウスペとかいろいろ名前変わってますけど、それは多少違う、あの漢字とかね、シエスも多少違うんです。水の底に住んでたり、そうでなかったりとかね、いろいろあるんです。で、人を騙すとか、それからいいこともするとか、いろいろあるんですわ。それぞれ違うんです。だからカッパだけでも厳密に分けると 20、30種類は楽にいるんじゃないですか。そして我々はまあここにこう存在してるわけですけども、この存在したくてもできないものがいると思うんですよね。存在でしたくてもできないけども意志だけは持ってるっていうのが浮遊して、それがこう何か機械で物質にこうさばったりなんかすると、その何かそういうものを感じたり何かするんじゃないかとかね、いろいろこう考えとるんですわ。この何かこの向こうの方でそういう存在を知ってもらいたいんじゃないかと思って、ある人がそういうことを感じると、それにこう目に見え妙ないろいろな、まあ運命って言いますかね、そういうこう幸運をもたらすとかね、そういうような報いを与えて、その研究を維持させて、その存在を知ってもらおうっていう気配があるんじゃないかっていうことを私は思ってますけどね。これはね、やっぱり20年30年じっとこうして観察しないとわからんことですけどね。死んだ者の霊が寝ている人に取り付いて災いをもたらすという枕返し。日本の妖怪の中では最もよく知られているものの一つ、六六尾。水木さんが描く妖怪は
昔から庶民の間で語り継がれたものばかりです。各地に伝わる民間伝承を水木さんは克明に調べます。大自然の偉大な力、人間の理解を超えた怪しい存在、水木さんはそのような人の目には映らない不思議なものに姿形を与えてきたのです。水木さんは長い間妖怪の世界を描き続けてきましたが、今新たに昭和史という作品に取り組んでいます。完結すると全部で8巻、2000ページに及ぶ大作です。昭和の歴史を刻むさまざまな出来事と、一人の庶民としての水木さんの人生が同時進行の形で描かれています。昭和の初め、貧しい農村に育った少年時代、召集を受け南の島へ渡った戦争の時代、そして漫画家としてがむしゃらに働いた高度成長の時代、大正の終わりに生まれた水木さんの人生はそのまま昭和の歴史と重なります。自分が辿ってきた人生は昭和という時代の流れとどのように関わっているのか、水木さんはこの機会に自らの足取りを確かめたいと考えているのです。水木しげるさん、本名村しげるさんは大正11年鳥取県の境港で生まれました。境港は今は日本海沿岸で一番大きな漁業基地ですが、水木さんが生まれた頃は小さな港が点在する山陰の静かな漁村でした。水木さんの家は浜辺から目と鼻の先のところにありました。当時はどこの土地にもさまざまな風習や言い伝えが息づいていました。水木さんは小さな頃から不思議な話や珍しいものに人一倍強い関心を持ち、大人たちの話にじっと耳を傾けていました。そして近所に住んでいたあるおばあさんとの出会いが妖怪への興味を決定的にしました。生まれつき胃が丈夫だったせいか、すべてのものが食べられると思っていた。その頃祝日には国旗が立てられた。旗の先についている金の玉が食べたいといつも思っていた。ある日庭で遊んでいると、金の玉が落ちてではないか。金の玉は木でできていた。しかし前からお念願だったので、周りに塗ってある金を全部食べた。食べ終わった途端気持ちが悪くなって倒れた。倒れたところを手伝いに来ていたのんのんばあと呼ぶまじない師のようなおばあさんに助けられた。それからというわけでもないが、のんのんばあとバカに親しくなった。夜のんのんばあと一緒に寝ていると、必ずお化けの話や昔からの言い伝えを聞かせてくれた。晴れた日に雨が降ると狐の読み入りがあるという。狐など一度見たことがないので、とても信じられなかった。ある日の夜中、のんのんばあに起こされた。耳を澄ますと遠くの山で狐の鳴き声がした。それ以来のんのんばあの言うことを信用するようになった。他のお化けもいるに違いないのだ。